夢ラジオ第5128回、今日は令和5年6月4日日曜日です。時刻は午後1時、横浜港北、爽やかな初夏の空広がりました。空はブルースカイ、雲は夏雲ですね。気温も上昇していますよ。梅雨に入ったとかなんとか、そんなニュースが嘘のような、とっても晴れた天気。今日は外に行きたいけど、なんとなく行きたいけど行けない、そんなスケジュールですね。さて、夢ラジオ、今回は白馬岳遭難事故お話しいたします。山のお話ですね。白馬岳遭難事故。長野と富山の間に白馬岳っていう縦走できる、そういう山があるんですよ。で、この白馬岳、一般の人にも人気の山で、景色がとっても綺麗、花畑が広がる、そんな山、北アルプスですね。で、そこに5月の連休で、福岡のお医者さん方6名、これ全員男の人でしたが、パーティーを組んで行こうと、白馬岳行こうと。で、白馬岳の登った後、白馬山荘で休んで、で泊まって帰ってこよう、そういう計画を立てたんですよ。栂池高原、栂池ヒュッテ、ここを出発して、これは5月の3日で、出発してというか、そこに着いたのが5月の3日ですね。失礼しました。で、3日はそこに泊まって、5月の4日に1日かけて白馬岳登頂を目指そう、そしてそこから山荘へと。大体10キロの距離、これが、その栂池高原ヒュッテから、栂池の小屋から目的地の白馬山荘まで、で、その間には白馬岳への登頂もある。で、このお医者さん方6名は実は山のプロみたいな人たち でもちろん医療知識もあるわけですよ。ただし高齢でした。60代70代。5月の連休の頃っていうと、おお、いい季節じゃないか、夏山じゃないかというもののね、やっぱ北アルプスだと夏山だって寒いんですよ、全然。で、その福岡から来た、わざわざ白馬まで、やっぱ登りたいじゃないですか、登って帰りたい。で、天気が悪くなりそうだ、5月の4日にはね、だから分かってたんですよ。けれど、それでも行けるとこまで行こうという感じで出発した。ただし、その行けるとこまで行こうというにしては、致命的な欠陥が登山計画にはあって、エスケープルートがないんですよ。だから一旦出発しちゃったら、元の栂池高原に戻るか、じゃなかったらもうそのまま白馬岳行くか、じゃなかったらビバークするか。しかもね、ビバークったってこの尾根が多い、そういうルートだったので、尾根でビバークなんかできないじゃないですか。ヒューヒュー風が吹いてきて、やばいんですよ。で、こういうことも実は山のプロだったら一瞬でわかるはずなんだけど、
舐めてたんでしょうね。なんかね、3000メートル級の山々を踏破したようなお方とか、あとアフリカのキリマンジャロも登ったことありますとか、なんかこう強者揃いなんですよ、このパーティーは。ただし高齢者なんです。で、5月の連休のいい頃だし、一丁花でも見に行こうと。で、白馬岳からはもうすごい絶景が広がる、お楽しみだな、軽い気持ちで行ってるんでしょうね。でね、登り始めた時もやっぱかなり T シャツみたいな感じで登ってるんです。ただもちろん途中から雪になるっていうのは分かっていたし、アイゼンはつけてるんですが、けれどまあ登ってると暑くなるじゃないですか、やっぱりすごい運動だから。で、そんなに寒いわけでもない、やっぱり。ただ上の方行くと天気が急に変わるし、で温度も急激に下がる。で、結局この6人のパーティーは、その白馬岳へと続く尾根で遭難してるんですよ。しかもね、白馬岳人気のある縦走ルートですので、この6人のパーティー以外にも他にも登山者いて、パーティーが、他のパーティーがすれ違ったり喋ったりはしてるんですよ。で、明らかに6人の中の1人が調子が悪そうで、それで荷物ももう他の人に持ってもらってるって人がいて、大丈夫ですかと他のパーティーに言われてるんですよ。すれ違った、大丈夫ですよとか、ありがとうございます、で、先生これからどうしましょうかとか、そんな話を内輪でやってる。これがすれ違った人たちから記録で残ってるわけですよ。で、帰ってこない4日、山が急変した。で、この夢ラジオでもよくお話しておりますが、夏山であっても山の上の方行くと急変するんですね、天気は。で、彼らはそれなりに防寒具とか持ってるんだけどね、発見された時には着てないんですよ。だから着る暇なかったというか、そのタイミングを失ったんでしょうね。途中までは、ああ暑いぐらいだ、 T シャツだと、でやばいと、天気が急に変わったと、雨も降り始めた、で雪に変わる、で体感温度がもう冷夏になってくる、さっとじゃあ防寒具全部着込んでっていうふうにならない、そのタイミング逸したんでしょうね。で、確かにね、防寒着を着ちゃうと、これはこれで汗かいた時に寒いですよね、これはこれで変に暑いから。だから難しいっちゃ難しいんだけど、もう高いところに来たら温度の変化には対応しないと、しかも高齢者だから、その温度の変化になかなか対応できない体が、実際この白馬岳の遭難事故、6人全員が亡くなられたんですが、この登山計画そのものはね、かなりゆったりめで作ってあったんですよ。普通の人が5時間かけるようなところを7時間ぐらいかけていくような、そういう設定にしてるわけですね。だから自分たちが高齢者であるってことはある程度意識はしてたんだと思うけど、まあ、いろんな山の経験もあるし、専門家なんだと、大丈夫なんだ。で、帰ってこないから、5月の4日に。で、家族から連絡が行って、警察に、地元の。それで翌5月5日にヘリで、で、この時も天気は悪かったんですけど、ただ大体の場所が分かっていたから、白馬岳の手前ですよね。尾根にいた6人が、5人は固まっていて、で、もう1人は滑落して見つかってますね。みんな低体温症です。ですから大丈夫ですかって言われた時も、もう大丈夫ですって言わずに、遭難なんです、お願いします連絡とかって、だから自分らからは連絡してないんですよ。つまり遭難と思ってない。
しかも急激に温度が下がったもんだから、彼らの体がですね、そのまま亡くなられた後も雪とみぞれに打たれて、でも氷点下になってますから、温度は氷漬けになってんですよ。それが地面に張り付いてる。まあ、すさまじい状況で発見され、ですからその氷漬けになってるのをそのままでは運べませんから、慎重に氷を割って、で2人ずつご遺体をね、ご遺体を2人ずつヘリで運んでという、そういう結果となりました。山は経験があっても、そんな経験がほとんど役に立たない。いざとなったら、人生全体の言えることなんですけど、それが凝縮された形で山に出る。だから山登りっていうのは人生なんですよ。だから楽しいんだろうね。人生では長い時間かけて見えにくく発生するようなことが、山では短期間にくっきりと出てくるのでね。それが山で学ぶ、山で経験する、山こそ人生みたいになってくるんでしょう。とはいえですね、まあさっきの自分の体温調節等も含め難しいんですよ。だから今回は連休ということで、そして白馬岳、そんなに難しくてもう手出しが出ない、できない、そういう山でもない。だからまあ普通に行ける山かなっていう感じで挑戦したと思うんですけど、それでもこんな結果になった。しかもお医者さんばっかりで、山のこともそして体のこともみんなよく知ってあるお方々なんですけど、それでもこんな簡単に遭難してしまう。お年の人なんですけどね、60代70代ってもう孫がいるような、こんな事故を見るにつけ、行かない方がいいんじゃないかと、用もないのにと。で、人生を学びたいなら人生そのもので学ぼうよと、何もわざわざ山行って極大化してもらって学ぶ必要ないんじゃないのと言わずにいられません。イメラジオ、今回は白馬岳遭難事故お話しました。